これ逃げ、すげえ怖い怖い怖い。軽々突破していきたいと思います。簡単に行ってやりますよ。お、ちょっと はい、早速ですね、こちら見てください。愛知こどもの国にやってきました。一面広がるこの自然が豊かで気持ちいいですね。でも実際ここって、どんなことができるのかなということで、ちょっとお話を聞いてみたいと思います。すみません、坂部さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。坂部です。はい、実際今ここっていうのは愛知こどもの国のどこの場所になるんですか？はい、この地図です。はい、ここは旭ヶ丘芝生広場です。はい、旭ヶ丘、はい、ここですね。ここが旭ヶ丘エリアになります。この地図見ると旭ヶ丘があって、さらにこちらがめちゃくちゃ広くないですか？はい、どれぐらいの広さがあるんですか？100万平米あります。100万平米、はい、聞きました、100万平米ですよ。やばいですねここはちょっとだいぶやばそうな感じがしてます、はい。実際今ここの旭ヶ丘の芝生広場で、はい、目玉っていうのがやっぱりこの後ろのこの大きなものですか？はい、ローラー滑り台になります。ローラー滑り台、皆さん聞きました、はい、この長さやばそうですね。ちょっとこのやばさをやっぱり僕もちょっと体験したいなと思うんで、はい、早速ちょっと滑ってみてもいいですか？はい、どうぞ行ってきてください。ありがとうございます。さあ、というわけでですね、ここからなぜか自撮りスタイルでお送りしていきたいと思います。さあ、ここの細い階段を登っていって頂上まで行くということみたいなんですが、ちょっと天井がやっぱりお子さん向けなので低いかなということですね。さあ、というわけでやってきました。こちら見てください。見えます？後ろすごいですね。いや、ちょっと僕怖くなってきました。では早速滑ってみたいと思います。ゴールしました。結構疲れます巨大ローラースベル台、ちょっとやばかったですね。じゃあ次の遊具、はい、アトラクションってどういうのがあります？はい、こちらです。こちら、はい、ドラゴン遊具です。ドラゴン、はい、長さは、ね、130メートルあります。130メートル、はい、でこの中を、はい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 、体を動かして、はい、進んでいってもらいます。なるほど、ちょっと筒状になってて、はい、なんかね、やばそうなのがね見えますよ。なんかでも早速 やってみたいと思います。大人を舐めるなよということで軽々突破していきたいと思います。あ、もうね、足元が結構もう輪っかになってるんで、あ、これちょっと足元危ないですね。これあれですね、自撮りで行くと難易度高い。あ、しかもこの天井見てください、これわかります？これこの感じめちゃくちゃ低いです。これはね、子供じゃないと難しそうですよ。ゴール？なんか変なところに閉じ込められました。すいません、ここ出口まで来たんですけど、ここって何ですか？アリ地獄ですよ、ここは。アリ地獄ですか？え、これは頑張って上がってきてください。頑張って上がる。はい。わかりました。ちょっとドラゴンをくぐり抜けたら、ちょっと。体力なんで、まあでも大人なんでこんなのはね、簡単に行ってやりますよ。お、ちょ、はい、じゃあ続いての、はい、ちょっとね、今汗だくなんでタオル使わせていただいてます。これ、見てください、これハズストーンカップですハズのイベントのタオルですね。僕はちょっとイベントも担当してるんで、ここでちょっと宣伝もぶち込まれてよろしくお願いしますじゃあちょっと次のスポットっていうことなんですけど、はい、次はどんなやばいスポットがあるんですか？次はね、見晴らしトンネルなんですけど。見晴らしトンネル、はい、でも、はい、冬になると燃えるトンネルに変わるんです。冬になると燃える燃えるトンネル、燃えたように見えるっていうことですか？そうですね。
太陽が沈んだ時に。あ、太陽が沈んだ時に、はい、12月の、はい、冬至ですね。冬至、はい、ああなるほど、そういうことなんですね、はい、1月のちょっとした期間、ちょっとした期間、はい、あ、じゃあ本当に年にもう数 1,2 回程度、はい、数回で何かつ何分、皆さんにはちょっと資料写真でご覧いただければなというふうに思います。じゃあちょっと冬にまたリベンジさせてください、はい、お願いします、お願いします。はい、じゃあ続いてのヤバいスポットにやってまいりました、はい、今までは芝生だとか地面とかがあったんですけど、はい、今回伊豆池、池です。これはあれですか、このもしかしてこの、はい、イカダ池です。イカダ池、はい、乗る、乗りますよ。お、結構ね結構そう、今ヤバいですよ今ね、僕のねおっ、びっくりした、びっくりした、乗りました乗りました、あ、はい、これでこう地面をつきながら、はい、こう渡っていくと、はい、なるほど、いいですか、はい、わかりました、いいですか、いいですよ、はい、お願いしますよ、はい、では、ごきげんよう、あ、そんな感じですね、はい、これちょっと待って、これこれはでも何も言えねえ。ここからだと先ほどのイカダ池が一望できるんですけど、さっき坂上さんが親指のところに行ってくれっていう風に言って、ちょっとよく分かってなかったんですけど、ここから見ると足の池が足の形してるんですね。でこれはやっぱ皆さんちょっと映像だと伝わりにくいかもしれないんですけど、 Google マップで見ればもう足の形っていうのがバッチリわかるそうなんで、ぜひ一度見てみてください。さあということですね、本日最後のアトラクションのところにやってまいりました、はい、旭ヶ丘ではまだまだたくさん遊具があるんですけども、はい、今日ご紹介する中では最後ということで、早速ちょっと坂上さんに案内していただきたいと思います、はい、ではお願いします。はい、じゃあここはね、冒険広場って言います。はい、はい、3本のまたここもローラー滑り台が、なるほど、はい、ちょっと僕にトラウマを植え付けたあの滑り台がここにもあります。なんと3台もこれはやばいですね狭い、あ、すごい、あ、待ってこれめっちゃ滑る、早い皆さんお楽しみいただけましたでしょうか、ぜひ観光文化振興課チャンネルを、いいねやチャンネル登録ぜひしてください、よろしくお願いします、よろしくお願いします